皆さんこんばんにちは、パラカルタのおさちです。今日は浅草花月堂さんのジャンボメロンパンを買ってきました。実はこれ浅草で買ったわけじゃないんですよ。私東京に上京して浅草は何回か行ったことあるんですけど、ちゃんとメロンパンが買えたことが一度もなくって、人が多すぎて進めずに買えず、4時過ぎでもうお店が閉まって買えず、売り切れて買えずで、香りだけ楽しんで買えてたんですね。でたまたま昨日横浜にちょっと用事があったんで行ったんですけど、そしたら横浜の丸井の中に花月堂さんがあって、ジャボメロンパンが売ってたんですよ。絶対買おうと思って買いました。昨日買ったんでちょっと潰れちゃってるんですけど、じゃーん、めっちゃ大きいんですよ。ほら、わかんないですね、あんまり。メロンパンってでもこんな大きくないですよね。でも出来たてはもっとふんわりしてて、もう一回り大きかったんですけど、ちょっと翌日になったらしぼんじゃってこんな姿になっちゃったんですけど、オーブントースターで2、3分温めたらカリッとなって美味しいみたいなんで、ちょっと温めて食べていきたいと思います。で、なんか横浜店限定でジャンボメロンパンと一緒にアップルパイも売ってて、横浜パイ工房っていう、系列は一緒か分からないんですけど、横浜県限定で販売してますって書いてたんで、ちょっと今日はアップルパイも一緒に食べていきたいと思います。なんか最近チャンネル登録者数が少しずつですけど増えてきてくれてて、もうすっごく嬉しくって、まだなんか全然すごい上を目指してる YouTuber さんから言わせると、なんだよこの数字ぐらいかもしれないんですけど、私にとってはすごく嬉しくって、今年中に100人をとりあえず目標にしてたんですけど、なんとかそれが叶いそうなペースになってきたんで、ちょっとモチベーションも上がるし、本当に皆さんには感謝してます。ありがとうございます。楽しくてこの YouTube をやってるんですけど、なんか自分のモチベーションも、そう、なんか自由に自分らしくいろんなことを楽しみながらやってみたくってYouTube を始めたんですけど、なんかそれをわざわざチャンネル登録して見に来てくれる方がいるんだって思うと、なんか自分のモチベーションにもつながりますし、なんかこれからもっといろんなことやっていきたいなっていう風に思えて、すごい嬉しいです。なんかいろんなものをどん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 シェアしていきたいなって思ってます。ちょっとメロパンが、じゃーん、温めてきました。あー、めっちゃいい匂いしますね。溶け方が、湯気がめっちゃ出てます。熱いです。じゃあ早速いただいていきたいと思います。いただきます。メロンパンだ。うん、おいしい。うん、あー、出来たてが食べたかったですね。外のクッキー生地みたいなところはカリッとしてて、でこの下も、まあ今焼いたからかもしれないんですけど、この下の部分も結構カリカリで、メロンパンって上のクッキー部分と下のパンの部分って感じなんですけど、普通はなんかもうこれは全体がカリッとしてる感じで、でも中はすっごいなんか空気のように軽いふわふわなパンが入ってて美味しいです。ちょっと喋りながらよだれが出てきました。え、美味しい。なんかすっごく大きいんですけど、甘さは割と控えめで、結構中も軽いんでパクパク食べれちゃう系ですね、これ。じゃあ次、アップルパイ。アップルパイ、もうサクサク、おー、美味しそう。これぞ王道のアップルパイって感じですよね、見た目。オープン。中はちっちゃく角切りされたリンゴが入ってて、結構パイの層が厚い感じのアップルパイですね。すっごいパイがサクサクです。昨日買ったとは思えないですね。中のカラメルリンゴはちょっと少なめなんで、結構パイ生地を楽しむような感じになってますね。で、このパイなんですけど、いろんな種類があって、他にもクリームチーズとか、なんかベリー系のやつとか、今期間限定でマロン味と、なんだっけな、カプチーノかなんかが出てて、なんかそれも美味しそうだったんですけど、とりあえずね、オーソドックスを買おうと思って、今日は普通のアップルパイにしました。でもこれも美味しいけど、でもやっぱりメロンパンの方が美味しいですね。これも結構甘さは控えめなんで、こうやってオーブントースターで焼いて、あったかくサクサクにした状態で間に
ニライスとか乗せたら絶対美味しいですよね。ごちそうさまでした。はい、ケイさん、ポンメロンパンめっちゃ美味しいですね。なんかその場で買って食べてる人もいたんですけど、できればその場で食べたら一番美味しいですよね。でもなんか横浜で買えたのは私嬉しかったんですけど、やっぱりこういうものって浅草に行かないと食べられない方が価値として大きいですよね。買ったんですけど私じゃあぜひ皆さんも浅草のジャンボメロンパン食べてみてはいかがですか。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。パラカルタのおさちーでした。バイバーイ。